伝統的な衣装を着た第三不評師団の兵士代、三不評師団は大韓民国陸軍の師団の一つ。別名は、白骨部隊、白骨になるまで戦うという意味である。なお、師団の敬礼口号は、白骨。第三師団の始まりは1947年12月1日に、富山で編成された第三旅団で、1949年5月12日に、 死団に発展した。編成時、霊下の部隊は、第5連隊、第6連隊、第9連隊であったが、部隊移動によって1950年の時点で、第22連隊、第23連隊、独立報告大隊となっていた。峰南地区のゲリラ討伐に従事していた。1950年6月25日、朝鮮戦争が勃発すると、 霊下の第22連隊をソウルに派遣した。1950年7月、東海岸沿いで、アメリカ海軍の支援を受けながら朝鮮人民軍第5師団の進行を阻止した。7月下旬、第2次再編計画によって、霊下部隊は、第22連隊、第23連隊、機候連隊に変更された。普山共闘補の戦いで、朝鮮人民軍第5師団と交戦した。 8月16日、戦車用陸艦4隻で海上撤退。9月の慶州の戦いでは、兄山江で人民軍の進攻を阻止した。1950年10月1日に、帰下の第23不評連隊が38度線を突破し、10日には元山を占領した。1950年12月、中国人民志願軍の構成により、白津から撤収した。 12月15日、韓国軍第2軍団に連続し、交戦付近に浸透した朝鮮人民軍と交戦した。1951年2月、アメリカ軍第10軍団に配属。1951年3月7日、韓国軍第3軍団に配属。1951年5月、中朝軍の5月構成で敗走。第3軍団は解体され。 第一軍団に編入された。バンフリート中上による集中訓練計画で9週間訓練を受けて連度が向上した。1951年10月19日、アメリカ軍第10軍団に編入され、第5師団の作戦地域を引き受けた。1951年10月27日から31日まで、カナナ法前方の1052高地と1211、 高知を攻撃。1951年11月23日、陽光に移動し、11月27日から1952年1月7日まで教育訓練を実施。1952年2月、662高知で戦闘。1952年4月5日、再建された第二軍団に編入。1五十三年四月十三日から、 作戦地域を第5師団に引き渡し第8軍予備となって舞台整備を実施。ありがとうございます。